こんにちは6月の9日金曜日の株とか替の売買シナリオでございます、えー、現時刻今4時を過ぎたところでございます、えー、16時過ぎたところでの東京時間でございますがさて、えー、本日の東京市場でございますが、まあ、意外や意外ちょっとまったり気分だったのかなとこういうふうにして感じますが海外市場はまあ大騒ぎだったというところでございます今ウィークリーレポート持ってますがこれはちょっと後ほどご案内させていただこうかと思いますが えー、本日でございます。えー、午前の10時から。 えー、ラジオ日経さん、マーケットプレイス出演させていただきました。でこの時に申し上げたのが、まあ、ご存知の通り、三つでございます。一つ、まずは ECB。欧州中銀においてのドラギ ECB 総裁の会見ございましたが、もうこの辺はもう報道の限りだと思いますので、ぜひですね。えー、あまり失礼ながらご覧になられる機会もないんじゃないかなというふうにして思いますので、欧州中銀 ECB 検索で、ぜひホームページご覧になっていただければというふうにして思います。えー、ドラギ ECB 総裁の記者会見模様、これ、かなり見やすいですね。 ここで私が欧州中議院を褒めるのも変なんですがかなり見やすい、えー、記者会見もようでございますのでぜひご覧になっていただければと思いますが要は、えー、テーパリングにおいては。 ままだだだ先なんだよとというところですただしまあ利下げに関する姿勢というのはかなり後退させたのかなというところかと思いますがじゃあテーパリングになるのかというと,ちょっとその辺は全然まだまだ先とこういうニュアンスそうしたところでのユーロ動向を中心となるような欧州中銀の内容でございました。さてでその次にでございますけども えーまあ、夜ですね、えー、ニューヨーク市場関係者と早朝、ちょっと話したところであったんですが、こちらでございます、コ、え、ニー小さん、えー、前 FBI 長官でございますこちらの方はワシントン・ポスト、ワシントン・ポストも見やすいかもしれませんが、えー、私が個人的に。 見やすいいなという,ふうに思ったのはあフィナンシャルタイムズニューヨークタイムズでしょうかね、えー、こちらのところで、まあ、トップページ出ています、えー、上院の公聴会、えー、特別情報委員会だったでしょうかね、えー、ちょっとサイトの方は私は個人的になかなか見,見つけづらかったのでメディアのところでご覧にな,なられるのがよろしいかと思いますが、まあ、ライアーだとかいろいろ。 かなり厳しい言葉出てます。ただし、新たにです、ね、疑惑がの深度が高まるような内容じゃなかったとこういうことをニューヨーク市場関係者などが言っていたのが印象的でございました、そして今度はまあポンドに関してというところで、朝方、大きくポンドが売られた経緯ございますが。 こちらでございます。えー、これは BBC 内社フィナンシャルタイムズでございますが、労働党の方がまあ結構頑張って奮戦したよねというところでございます。えー、単独で、えー、メイ首相を率います労働党が、 1> まあまあ、第1党は第1党なんでしょうけども、この動きというのは、まあ、パーラメントとこういうそうでございます、サングパーラメント、チューブラリンの議会とこういうような言い方が、まあ、通りなというんでしょうかね、だそうでございますけども、要は、えー、議会の勢力。 リーダーシップを持って保守党が進めていくのはかなり難しいんじゃないかというようなまあ解説いろいろなとこ出ておりますので今後でございますけれどもポンドンのね動きが警戒されるだろうというところかと思いますただし本日の東京市場でございますがこちらご覧になっていただければと思います日経225の方も sq が出てというところでまあ一段落したのかもしれませんがかなりなぎだったような状況かと思います109円台の後半からドル円相場の方はじりじりと110円台現在は110円の40銭台乗せそして日経225の方も2万円 円代乗せと2万トンで30円水準ぐらいでしょうかね上昇しているというところですで先に申し上げておきますが本日は5等日週末5等日でございますのでかなりやはり輸入企業の不足の方が多かったのかなというところでございますのでロンドン市場ロンドンフィクシングにおいてもですねそうした動きが出てくるのかなというふうにして警戒を持ってぜひお取り組みいただければというふうにしておりますさてでいつもご案内させていただいております最後でございますこのウィークリーレポート今回のタイトル でございますが6月米利上げ後の空気を読む局面と、まあ、空気読んでくださいねという内容なんですが要は一番警戒しております、まあ、内容をご覧になっていただければと思いますが昨年の12月の利上げ、えー、3月の利上げ、米国それぞれ利上げいたしましたが。 要はドル安円高になっているんですね。その後でございます。利上げにおいての材料で尽くしというんでしょうかね。えー、そして今回はさらなる利上げの店舗感が迫落するんじゃないでしょうかというような内容で書かせていただきました。ぜひご覧になっていただければと思います。で、ラジオの方でも申し上げたんですが、 じゃあ6月の14日の利上げはどうなんだというところかと思いますが、93.5%、シカゴ・フェドウォッチにおいての利上げ確率はここまで織り込んでいるというところでございますが、じゃあその後の利上げの確率はどうなっているのかというところで、こちら、えー、ウィークリーレポートのところでご案内させてていいただいております当社サイト、もしくは関連サイトをご案内させていただいておりますので、ぜひご講演いただければというふうふにして思います。が週末 入ってままいりましたで先ほど申し上げましたロンドンフィクシングというのもあって、まあ、ドル買いがどこまで出てくるのかというのもございますが、えー、今夜はファイナンシャルアストロロジーサイクル上では満月でございますので危険転換期ともなっております、ちょっとバイアスがどちらに傾いていくのか、上下双方向リスクというところもあるんですが。さててここのを踏まえて 今日というか昨日のところ、昨日時点まで、えー、投資家の皆様方はどのように見ていたのかというところで今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います2万円超、110円割れ、心理と6月12週為替見通しというタイトルでございますが6月12週為替見通し、来週のところはぜひご覧になっていただければと思います。さて、でそのの前に本日の日経平均株価 こちらのちょっとご覧になっていただければと思いますが今日はですね、えー、東海カーボン、えー、こちらの方が、まあ、大きく上昇しました投資判断の引き上げ、米系証券ですねあと気になりましたのは、えー、DNA、まあ、も上昇しまして、4 3 2ですねこちらの方も、えー、任天堂絡みで、まあ、ゲームだとかというところです、えーまあ、一部では、えー、3672のこちらの出てませんけども オルトプラスだとかストップ高になっているというところです。あとは半導体絡みというところは東芝もこれ。 えー、売却報酬の進展期待というところで650に急騰しておりますが、えー、あとはソフトバンクでしょうかね9984出資先のアリババ予想上回る増収率というところだそうですこちらの方も一部の証券会社さん、えー、投資判断引き上げというところで、まあ、日経平均株価のプラス寄与度でもソフトバンクトップというところでございましたで一方で下落してしまったところなんですが、えー、気になったという言い方をすると まあちょっと富士フィルム、こちらの4901、ニュージーランドの子会社であったりだとか、オーストラリアの会社、それぞれちょっと関係先ですけども、会計処理の不備とこういうところで大きく下がりました。で、えあと、まあそうですね、4452の、 こち花王の方が下がっているんですが、こちらの方はぜひ445にチャートでご覧になっていただければというふうにして思うんですが今年の、この下落率は今年最大で一番なんですが、4月の下旬からもずっとテンポよくかなり上昇しておりましたので、まあ、そうしたところでの上昇、まあ、利益確定売りの方が目立ったのかなというところが花王、まあ、などの動きだったという,ふうにみて,ております。さてで本日でございますけれども えまあ33業種中21業種上昇というところでございますこちらの方に入っておりませんが銀行関連は結構上昇金融セクター結構上昇しております、えー、情報通信、こちらのほもまあ大きく入ったわけでございますが値、ね、下がりというところではここにもえあんまり入っておりませんが陸運だとかというところ、えー、そうしたところがまあ下落というところでございましたさてで本題戻りますが2万円超110円割れもうシンプルです向かって左側でございますけども日経 ここ最近の上昇に合わせて回避率下がってますねと。要は売ってるんですね。戻り売りないしは、えー、 これ逆張り、上がったところで売っていると、要は日経225上がったところで売っている方が多いとこういうところですで、一方でドル円、向かって右,右側でございますが、こちらの方は回避率上昇、下がっているところで買っているんだと、こちらの方も逆張りと、要は日経225の方もドル円の方も逆張りの方々が直近まで、え昨日、おとといずっと多かったとこういうところです、さてで、これからど,じゃあどうなるのかとこういうところでございますけれども。 ちょっとドル円の方はですねこれ今、上昇気味になっておりますので短期的に利益確定組が出てくるのかなというところですそして、えー、日経225の方なんですがこちらの方はちょっと、えー、戻り売りをしていらっしゃる方が多かった逆張りで売っていらっしゃる方が多かったんですが今またちょっと2万トンで60円、70円。 株高になっているというところでございますので、今夜、こうした CFD225、まあ、こちらの東京金融取引所市場でございますけれども、どういった値動,き値動きに対してどのような投資行動を取られるのかというのが注目されるというふうにしてにらんでおります。 と、えー、ということでドル円の売買シナリオからいきますが今回は109円80銭から110円の70銭までちょっとワイドでございますがどの程度まで今日はこれドル円上値追いができるのかなという,ふうにして睨んでおります、えー、ちなみにございますちょ,っとちょっとこの辺は関係ないのかもしれませんが,来週,、えー、せんが来週の月曜日、オーストラリアこちらの方に私書いてませんが来週の月曜日はオーストラリアが女王の誕生日 えー、女王陛下の誕生日とういうことでお休みでございますので、えー、5ドルの調整売りなどがちょっと出てくるのかなというふうふにして思いますが、まあ、5ドルもな,ないしは、えー、5ドルベドル、ちょっとこちらの値、ね、動きもご注意していただければというふうふにして思いますがさてどの程度までリスクオンで今日は中国の CPI なども良かったというところでどの程度までですねクロス線そしてドル円、えー、上進性を強めるのか、えー、それぞれのイベントが終わったところでの円売り加速度合いがちょっと警戒されるところだというふうふにして見ておりますが。がとというところ さすが、ね、に110円の70銭ポンポン超えていって、えー、日足の一目加減ないしは月足のボリンジャー、週足の転換線、えー、そして 付き足の上限、ボンボンちょっと超えていくことはさすがにないんじゃないかなとううにしてみております。したがって A 案 B 案。A 案の方は109円の80銭で、まあちょっと今の状況だとかなり厳しいかもしれませんが、9の8マで買ってマの4マで売ると。えー、これは200日移動平均線を意識してというところで60銭狙いでございます。アゲンストは109円の35銭と。昨日おしれ、今日も、えー、昨日ですかね。えー、まあちょっと一部変な動きありました。日銀の金融 政策において出口論云々と、えー、かなりですねこの辺はその某記者さんの、はいまあ、某通信社さんの値動きアルゴなどに反,、えー、反応してしまってというところなんですが逆に109円の3540アラウンド下値が見えてきたのかなというふうふに思いましたそこで、えーまあ、その辺をポジティブに捉えて、えー、980で買った場合は940割れ35で。えー 損切りというところでございますので、まあ、買った場合でございますが、四十五銭リスクでの六十銭狙いと、六十銭幅狙いというところです。で一方で、今のトレンデからすると、ちょっとどの程度まで上値試しなのかなというところかと思いますが、百十円の七丸で売って、百十円の四十銭。まあ、この辺も二百日線ないしは、冷やしの転換線。意識してというところです。丸、えー、の七丸で売って、丸の四丸で買い戻し、三十銭幅。 で、えー、アゲンストも30銭幅、ちょっと売りの方を引き寄せて売りたいんですが、今はちょっと上値追い試しというところですので、リスクとリターンもちょっと小幅に30銭幅というところで勘案いたしました、えー、そして日経225の方でございますが、2万円台がどの程度まで試されるのかなといううにして見ております予想レンジ、1万9900円から2万トンで80円。 ススタンスは様子見ないしは売り買い待機です A 案の方は1万9900円で買って2万円で売り、えー、損切りの方でございますが1万9840円、えー、この水準割れていくと竹部のイラストを指していますが、えー、上昇帯を埋め戻していく可能性がございますので買いの場合でございますが100円狙いでの60円リスクというところです一方、売りのところなんですが2万トンで80円どころトリプルトップつけておりますのでここを超えていって下落したところを埋め戻していくことが なされるのかかどうかで2万トンで80円で売って買い戻しは1万9980円とちょっとこの辺はあまり大きな狙いを持っておりませんが100円狙いというところなんですがアゲンストは。 80円ディスクというところで、日足のボリンジャー、プラス2シグマ、この辺を意識するような動き、そして先ほど申し上げました下落体を埋め戻していくような形になったら、エグジットというところでございます。まあ、ポイントはですね、まあ、株式市場、特に米国の株式市場が、えー、各種イベントを超えて、ないしはダ DAX などもそうなんですが、えー、世界各国の株式市場がどこまぐ 程度までイベントを超えたところでリスクオンになるのか、そして週末の調整が出てくるのか、なんとなくこう気づいたらですね市場参加者がいなくなってしまったというような状況も今夜あるかもしれません、ちょっとその辺もですね再チェックしていただいてお取り組みいただければという,ふうにして思います。 とということで、週末いつもご案内しております、えー、この週間為替相場見通しでございますけれども、えー、繰り返しになります、今夜は満月、も、今回こちらのところで書いておりませんけれども、週末リスクと合わせてですね、ポジション調整の動き、特に今日の東京市場はですね、リスクオフになっていた動きの中から、いろいろ春別されてまた上昇している個別銘柄などもございました。でそこについて言ってっまた。 え週末ですっと外されるような形になりますとなん,かなんとなく取り残されたような感じになってしまいますのでちょっとそうした動きも十分ご注意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います。以上、6月ののの9日日金曜日の株と為替売買シナリオでございました。